はい、ハリケンです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、6月の9日木曜日なんですけれども、月一恒例あの日です。では早速本日のご紹介ギア出していきます。こちらです。ビーパル7月号ですね。こちらが本日発売となりましたので、恒例のね、付録の開封と来月号のね、付録のお知らせをやっていきたいなと思っております。今月7月号はですね、シエラデザインズの超ビッグアウトドアスタッフバッグというものがね、特別付録でついてきております。こちらですね、超ビッグアウトドアスタッフバッグシエラデザインズ。今月の付録は半世紀以上のロングセラーとなっているマウンテンパーカーを開発したシエラデザインズとのコラボ作。バッグは縦50、横44、底待ち18センチと超ビッグサイズだ。肩紐を伸ばしてたくさん荷物を入れられるほか、アジャスターを絞ればキャンプでも便利な LL サイズの手持ちスタッフバッグに変身。小さく畳んで携行できるので、街でもフィールドでも大活躍間違いなしの一品が誕生ということで、でっかいね、バッグがついてきております。では早速、中身出していきましょう。じゃん。こんな感じで。わ、でかい。だいぶでかいですよ、これ。こんな感じですね。ちょっと全部ね、映ってないですけど、こんな感じです。先ほどね、大きさありましたけども、横が44センチ。で、縦がね、50センチあるみたいなんですけど、で、この底の待ちがね、18センチあるということです。かなりでかいですね。そして、この、取っ手というか上のですね、荷物の出し入れ口に関しては巾着みたいにこの紐がついてるので、こういう感じでね、絞ることができるのと、あともう少し下にですね、この肩紐っていうんですか、紐がついてるので、この紐の長さを調節してですね、肩からかけたりすることもできるし、いろんなね、使い方ができるというバッグになっております。生地としてはね、よくありそうなナイロンのね、生地になっていて、このシエラデザインさんのロゴがドドンと入ってると。裏側はですね、特に何もロゴとかは入っていないので、裏側はね、無地シンプルな黒い生地になっております。ではね、早速この冒頭のね、ページ見てみましょう。こちらですね。今月はシエラデザインズ超ビッグアウトドアスタッフバッグということで、こんな感じでですね、写真にある通り肩からかけてもこれぐらいのね、大きさ、かなりでかいですね。で、ここの先ほどのですね、この肩紐にかける紐、これを短くすればこういう風に手持ちでね、持つこともできますよというバッグになっております。では大きさはね、先ほどザザッと測りましたけれども、実際どんなもんが入るのかということで、試しにね、なんか入れてみようかなと思うんですけれども、何がいいですかね、大きいもの。ちょうど手元にですね、このワークマンさんのこのコンテナ、何でしたっけこれ、このコンテナがね、あるので、これをね、中に入れてみようと思います。これを入れてみるとこんな感じでですね、全然持ち手を縦にした状態でも中に楽勝で入っちゃうぐらいの大きさですね。そして横もね、だいぶ余りますよ。こんな感じですね。だいぶ余ってます。大きさのイメージ的にはこんな感じのですね、バッグになってまして、ここをね、キュッと絞ってあげて、こんな感じで持ち運ぶことができます。これね、寝袋とかも、冬用の寝袋とかでも全然余裕で入っちゃうと思いますね。寝袋と、あとね、あんまり大きくない3シーズン用の寝袋ぐらいと、あと毛布ぐらいだったら、この中にね、入っちゃうかなっていう感じの大きさになっております。
ちょうどね、着替えとかそういったものとか布製品とかね入れてもいいですし、小物類とかをねバババッとこの中にね詰め込んで持っていったりするのがいいかもしれません。これはねもう本当にシンプルな形のバッグになってますので、中に入れるもの使い方はね皆さんそれぞれでねうまく使っていただければいいんじゃないかなと思います。ではですね、こちら今大体の大きさね掴んでいただけたかなと思うんですけれども、これねしまう時もすごいちっちゃくなるんですよ。こんな感じでパパパッと折りたたむことができるので、特にねこの折りたたんだ状態で何かこうバックルみたいのがついてて止められるとかっていう仕様ではないんですけれども、こんな手のひらサイズぐらいに小さくなるので、もしかしたらね普段のバッグの中に入れといてエコバッグ代わりとかねお買い物行く時とかのバッグとかで使ってあげてもいいかもしれないです。はい、非常にコンパクトになります。ではですね、恒例の来月号のね付録見ていきたいなと思います。では来月号の付録はこちらです。来月8月号はですね7月の7日木曜日発売ということで、あ、これ防水バッグじゃないですか。水遊びが楽しい夏到来ということで、来月号の付録はフライフィッシングを日本に広め、今年創業40周年を迎えたアウトドアブランドフォックスファイヤーとのコラボ品、超ビッグサイズのバッグは水濡れに強く分厚いターボリン生地なので、中に入れたスマホや財布、着替えなどが濡れる心配なし、水遊びはもちろん突然の雨の際にも心強い存在だということで、このね写真載ってますけども、ちょうどねスマホとか財布とか小物をね入れるのにちょうどいいサイズ、あでも結構でかいですね。縦31センチの横が22センチで、底待ちが11センチの防水のねバッグがついてくるみたいですね。これなんかね撮影とかする方なんかだとカメラとかね入れとくにもちょうどいいのかもしれないですね。これもまた来月ねチェックしていきたいなと思っております。こういう防水のバッグね一つあると便利じゃないかなと思います。来月号も楽しみにしております。それでは本日はですね、今日発売のビーパル7月号特別付録ですね、シエラデザインズさんの超ビッグアウトドアスタッフバッグの紹介と来月号の付録のお知らせをさせていただきました。購入をね検討している方の参考になれば幸いです。それでは本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。